いらっしゃい。待ってたよ。あ、ああ、こんなに酔ってくるなんて聞いてないんだけど。うん、一体何があったのって聞こえてないか。ああ、ダメダメ、ほら、靴脱いで。とりあえずソファ行こうか。ああ、もうそのまま寝ちゃダメだって。おい、起きて。ジャケット脱がなきゃ、シワになっちゃうよ。<laughs> ほーら。 脱いで。はい。よいしょっと。スカートは自分で脱げるな。なんだよ。脱がせてなんてさ。しょうがないな、もう。いつもならエッチとか言うくせにさ。うん。なんでもない。わかった。今脱がせてあげるから。それじゃ、失礼して。 はい脱がせましたよお嬢様このままじゃ風邪ひくからブランケットかけておくよさてとそれじゃあ続きねほら顔を見せてダーメ 見せて。ね。こっち向いて。ああ。やっぱり泣いてるんだ。<laughs> はいはい。わかりました。今は見ないことにするよ。それじゃあ俺は、君の好きなココアでも入れてこようかな。ちょっと待ってて。 ここはできたよ泣きやんだうんなんで泣いてるのかは聞かないことにするよだって俺が言えって言っても言わないじゃんだから俺は聞かない でも自分から話したくなったらいつでも聞くからさそこは誤解しないでよそれよりメイク落とさなきゃお肌荒れちゃうよ待っててなあ,あ動かないでそのままそこにいて今取ってくるからはいお待たせ こっちに向けて、メイク落としてあげるから。 ほらどうしたまだ泣いてるのそっかそれならほらこっち来いよいいからこうして俺が抱いててやるから 泣きたいならちゃんと泣け <laughs> もうそんなさ顔とか髪とか気にしなくていいし俺のシャツなんてどうでもいいよだからね泣きたいのなら気が済むまで泣けばいいよ 君はさ会社では仕事もテキパキこなす上司でいつも凛々しくて涙なんて無用ですって感じなのになんでいつもこんなにボロボロになるまで我慢しちゃうのかなよしよし頑張ってるよ 君はいつも頑張ってる大丈夫ちゃんと分かってるよでもあれだなこうして目の前でこんなに可愛いところを見せてくれるのは彼氏としては嬉しいけどね もっとぎゅうしてほしいのもちろんいいよそんなのいくらでもしてあげるよほらぎゅうどう落ち着く ねえ、あのさ、君がここでしか泣けないのは分かってる。だけど、なんかあった時にだけうちに来るの、もうそろそろやめないん、まああ、違う違う。もうここに来ちゃダメとかそういうことじゃなくて、<laughs> 違うんだよ。あ、その、 今すぐっていうわけにはいかないだろうけど、まあ、そろそろ一緒に住まないかなって思ってんびっくりして涙止まった <laughs> 実はね少し前から考えてたんだだって 君がここに来るときって、本当に抜け殻みたいで心配なんだよ。食事もろくにとってないみたいだし。会社ではあんなに仕事ができるのにさ。俺、学生の時から一人暮らしだし。いろんなバイトもしてきたから、家のことも意外と何でもできるんだよ。だから一緒に住めば、 こうやって話聞くだけじゃなくて少しは支えになれるかなって思うんだ俺はね今目の前にいるこんなに弱々しい君も外でバリバリ仕事をしているカッコいい君もどっちも大好きなんだ <laughs> なんでそんな驚いた顔すんの 今更かよ。<laughs> まあ、今までこんな話なんてしたことないもんな。でも今日の君を見ていたらね、もうこれ以上、ほっとけないなって思って。それに、君が素でにいられるのって、俺の前にいるときだけじゃあ <laughs> 笑ったないや今そこつつくのいや当たり前だろ俺は君のことが大好きなんだからそれくらいわかるんだよでも洗ってくれてよかった <laughs> ねっ君が君でいられる場所を 俺が作ってあげるから一緒に住もうよ俺は君がいてくれたらそれだけでいいんだからんああいやあそれは違うなプロポーズは俺が君より上に行ってから大丈夫 俺ももっと頑張るから必ずプロポーズしてみせるからだからそれまで待っててよ